番遠藤祐介、18番イカルガ誠一。ボールを手にかけましたけれども、攻撃山田宇都宮、ショットクロック残り2秒でここは決めてきました。遠藤、さあ早い仕掛けだ、来ました、遠藤3。今日もまた遠藤が3も決めてくるという。今日は3、今のところ2つ打ってまだ入っていません。遠藤に渡る、これはこれも来た、ちょっと守れるかですね。横浜は左に振って比江島オープンになった、コーナー3来ました、ようやく来た。遠藤と森井のマッチアップ、遠藤来ました、3です。左に振って森井と遠藤、森井がボールをこぼしました。ステップからここはセカンドチャンスになっています。遠藤中に入っていく、スコットダンクできました、ボースハンドダンク。まあ、先ほどもそうだったんですけども、はい、やはり T4 チームファウル4つの場合にやっぱりゴールにアタックしてほしいんですよね。遠藤のジャンパー決まります。これで13得点目になりました。木島、森川にマークされて遠藤2ポイントだ、2ポイントです。ただこれで15得点になりました。ハンドオフで比江島、そして遠藤のスリー、うわー来ました。さあ18得点、どんどんこのシーズンベストを更新していきます。うわー、クワタイトなディフェンスできた、